対戦車ライフル。対戦車ライフルは、戦車の装甲を貫くための銃で、対戦車兵器の一つである。現在の大物ライフル、アンチュマテリアルライフルの前身となった存在である。工事歴史を参照。対戦車ライフルは、鉄鋼弾を用いて運動エネルギーで、敵戦車の装甲を貫き、車内の乗員を殺傷したり、車内の構成部品や装備、エンジンや燃料タンク、 あるいは武装や無線機などを破壊するための兵器である。戦車や装甲車の装甲は小銃用の通常を銃弾では貫通が難しいため、断芯に高度の高い金属を用いた鉄鋼弾による射撃が行われるようになったが、初期の戦車や装甲車程度の装甲板であれば小銃の鉄鋼弾で貫通できたものの、戦車が より厚い本格的な防弾装甲後半を用いるようになると、小銃弾用の小口径の鉄鋼弾では、刃が立たず、より大口径の弾丸を発射できる大型の銃が必要となり、対戦車ライフルが誕生した。その後の戦車の進歩に伴って、対戦車ライフルに用いられる弾薬も大口径化、大威力化していったが、ライフル、小銃の形式である限り、 人が肩で受けられる反動には限界があるため、貫通能力の向上には限界があった。15mm を超える光景を持つものには、人が構える方式ではなく、三脚下に仮装する、車輪付きの銃下に搭載するなどしたものもあるが、このレベルになるとそれはもはやライフルではなく、砲であり、名称が対戦車銃、ライフルであっても実態は機関砲である、というものも登場した。 しかし、それであっても、戦車の走行が、どんどん増加すると、対戦車ライフルの進歩は、到底追いつけなくなり、対戦車兵器としては有効性を失っていった。どうしても、正面からの対戦車戦闘が求められた場合は、覗き窓などの弱点を狙ったり、離隊を狙って、走行を妨害する戦術を用いた。第二次大戦中のドイツ軍走行車両が装備した、シュルツェンは、 元来、ヒート対策ではなく、対戦車ライフル対策のためである。とはいえ全く通用しなかったわけでもなく、フィンランドの継続戦争において、ラハティ 20mm 対戦車ライフルが、キロボルト -1 従戦車を撃破した事例がある。その後、整形作薬弾を発射する、個人形態式対戦車兵器が登場し普及すると、対戦車ライフルはそれらに、 対戦車兵器としての地位を明け渡した。戦後、不評用の対戦車兵器は弾頭に RPG などの成形作薬を利用した無反動砲や蛍光ロケットランチャー、そして対戦車ミサイルに引き継がれた。現在では、フォークランド紛争でアルゼンチン軍が編み出した戦術であるブローニング M20 機関銃を用いての遠距離単発狙撃などの戦訓から、 大物ライフルと名を変えて装備が行われている。対戦車ライフルという分野の兵器は第一次世界大戦後期に戦車に対抗するための不評用の火器としてドイツ軍により開発された。なお、世界最初のものは不評用の小銃をそのまま拡大して設計されたといういささか強引な開発過程をたどった事実上の戦時急増品である。 第一次大戦後には各国で本格的な開発が進められ、対戦車ライフルはその性格上高い対、走行貫通力が求められたが、大口径の弾薬を用いると必然的に反動が大きくなるため、高威力の追求とともに安定した射撃が行えることが追求され、反動を制御できることが重要となった。また、 大型の銃弾を相談するため速射性が低いことを補う必要があり、自動式、オートマチックの作動機構を持つことが模索された。これらの点から、開発の傾向としては、比較的小口径だが、軽量、相対的にのものと、大口径、大型で、大威力だが、重量のあるものとの二極化が進んだ。日本、フィンランド、スイスは、 合計 20mm、また、それを超える大型のものを開発することを選択し、ドイツは 7.92mm の昇降計ながら、装薬、発射薬の多い弾薬を使用する、一人でも持ち運べる、比較的小型のものを開発した。ソビエトでは他国に先駆けて、走行防御力の高い、装甲の厚い戦車を開発していたこともあり、高性能な対戦車ライフルの開発に力を、 入れていた、求められる能力と実用性の間に、折り合いがつかず、多種類の試作品が作られて試験が繰り返されていたが、赤軍首脳部が必要以上に高性能なものを求めたこともあり、計画の瞑想が続いていた。このほか、チェコスロバキアでは、7.92mm から 15mm まで、ボルトアクション方式の手動連発式から、反動利用式、ガス圧利用式の、 全自動方式まで各種幅広い作動方式ののが開発、試作されており、その中には世界に先駆けて実用化されたブルパップ方式のものもあった。珍しいものでは、スウェーデンでは無反動砲と同じ作動原理を持つ、事実上の小口径無反動砲を対戦車ライフルとして開発している。これらの対戦車ライフルの貫通力は高いものでも、その有効射程内、 300から100メートルで30ミリメートル前後で40ミリメートルを超えることは稀であったが、第二次世界大戦開戦前の戦艦機では、エンジンの出力の関係上、戦車の側もさほど走行を厚くできなかったため、この程度の能力があれば、戦車に対して十分な威力を発揮でき、兵器としての実用性は十分と考えられていた。 第二次世界大戦開戦時には各国で不評用主力対戦車兵器として装備されていたほか比較的小型の戦車、軽戦車の支部層としても装備されていた。そのため初期には広く使用されたが戦争が進むにつれて戦車というカテゴリーの兵器は急速に進歩を遂げてゆき次第に装甲が強化されていくと対戦車ライフル程度の走行貫通力では走行を 貫通することが難しくなっていった。これに対処するために弾頭にタングステン合金を用いて貫通力を向上させることが行われたが、タングステンは高価な気象資源であり、前線部隊に十分な数の弾薬を行き渡らせることが難しかった。さらに、それですらも戦車の走行増加に貫通力が追いつかなくなり、対戦車ライフルというカテゴリーの兵器は急速に廃れていった。 その後の位置づけには各国で差があり、ドイツでは全自動化と代行経過が模索されたものの、成形作薬弾を発射する個人携帯式対戦車兵器であるパンツァーシュレックやパンツァーファウストの種が登場すると、対戦車ライフルの前線運用は中止され、後継品の開発計画もすべて中止された。一方、ソ連赤軍では独ソ戦の開戦により、 対戦車兵器を可能な限り作球、かつ大量に装備する必要性迫られ、開戦前より開発していた一連の試作品の中から大量生産が可能なものを急遽採用し、大量に製造して、部隊配備し、数で補う方針を取った。さらに、ドイツ軍戦車に対する有効性が失われた後もバズーカのような有力な不評用対戦車兵器が実用化されなかったこともあり、 戦車の覗き口の防弾ガラス部分を狙う、両射撃手を訓練して仮の戦果を上げ、抽選まで現役で使用した。イギリスは対戦車ライフルを使い続けたものの、手持ち式迫撃砲、蛍光的弾発射機の一種であるピーットが登場すると主力対戦車兵器の座を明け渡した。一方、対戦車ライフルというものにあまり積極性を向けなかった国もあり、 アメリカでは他国の対戦車ライフル並みの威力を持つ弾薬を使用する重機関銃ブローニング M2HMG を正式化して広く装備したため試作以上の段階には進まず成型作薬弾ヒート弾を用いる蛍光ロケットランチャーであるバズーカの開発に世界に先んじて成功したともあり0.60後径点六零インチイコールミリメートル という大口径のものを自国開発したものの、正式化していない。フランスでは 25mm 口径の軽便な小口径対戦車砲を装備していたため、国産の対戦車ライフルを開発せず、他国製の輸入に止めている。以後、対戦車ライフルは、重い弾丸の持つ、優れた弾道直進性を生かして、対人狙撃に用いられたり、軽車両などを狙うようになる。 場合によっては、低空飛行する航空機を目標にした対空火器としてもいられた。第二次世界大戦後、朝鮮戦争においても共産軍には用いられており、朝鮮戦争後は無反動砲や蛍光ロケット砲に置き換えられてしばらく姿を消すが、ベトナム戦争でアメリカ軍が使用した例があり、フォークランド紛争を機に対物ライフルとして復活した。3名へ、指揮観測。 いて、弾薬運搬で一丁を運用するのが通例であった。日本、フィンランド、スイスなどの大型銃の場合には対戦車砲並みに1個、分隊、十数名で運用する場合もある。小型の対戦車ライフルは、不評招待ごとに一丁から数丁が配備され、招待規模で運用されていた。対戦車ライフルが必要とされた最大の理由は、不評招待が直接、 戦車に対抗できることにある。大型の大砲による直接射撃を行うには、大隊本部か連隊本部を通して砲兵に動いてもらわなければならず、最前線にいる不評招待が目の前にいる戦車への攻撃を依頼すには命令系統が遠すぎるのである。この点において対戦車ライフルは敵と直面している小隊長レベルの判断で即時、 自由に運用できるメリットが大きい。名称の下の数字は、使用弾薬、弾頭系 x 弾薬全長21世紀となり、前述のように、戦車の装甲を貫いて破壊するための兵器としての、対戦車ライフルは使われることがなくなったため、対戦車ライフルという用語も過去のものとなったが、現在の用途に即した、対物ライフルという用語が誕生した後も、 大型大口径の軍用ライフルを指すものとしての通称および俗称として対戦車ライフルという言葉は残っている。そのため、軍民を問わず特に体操公用途に限定されているわけではない。対物ライフルを指して対戦車ライフルと呼称している例を見ることがある。世界各国の戦闘領職を紹介した書籍を表した大久保義信の,の著作にも公式には 対物ライフルとして装備されているものを兵士が AT ライフル AT イコールアンティータンクと呼称している例が記述されいる。個人が扱える重火器の中では最大クラスである対戦車ライフルはその見栄えの良さから数多くのフィクション作品で活躍している。以下はそのごく一部である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。